よいしょ、はやたつだるまチャンネルです。今日はですよ、皆さんにご報告があります。何かというと、私今飲食店3店舗やってますけど、4店舗目渋谷がオープンします。6月オープン予定で今ちょっと進めていて、場所とか詳しくはちょっとまだ話せないんですけれども、この私のチャンネル見てくれてる人ほとんど知ってると思うんですけど、飲食経営の学校っていう YouTube チャンネルをやってる黒瀬さんと前田さん、この方たちとタッグを組んでというか、その方たちと一緒にお願いしてというか、ちょっとなんて表現するのが正しいかわかんないですけど、黒瀬案件と呼ばれる案件に乗っかるという形で4店舗目私は出すことになりそうです。そんなご報告を取っていきたいと思います。でまずはですよ、私どんな人間かっていうと、2年半前ですね、2021年の9月に脱サラして飲食店を始めたわけです。1店舗目神田にだるま酒場、翌年9月に法人化して株式会社デイジーっていう会社を立ち上げて、10月に2店舗目の赤坂エビかき酒場だるまをオープンし、去年は9月に3店舗目となる群馬県前橋にカレー屋さんを、月の鐘っていうカレー屋さんをオープンしました。そして年に1店舗は必ず店を出すぞと、そんな意気込みで会社をやってるわけで、でありがたいことに人もですね、アルバイトが社員になりたいとか、まだ求人広告かけずにリファラル採用で4店舗目の社員も雇えそうということで、渋谷にちょっと大きめの1年間で1億円の売り上げを目指せるような店舗っていうのを出してきたなっていうふうに思います。やっぱり私もまだまだですよ、飲食店経営者としては本当にまだまだで、どの店舗も課題だらけで、まだまだ売り上げは上がるな、そんなふうに思ってるわけですけど、やっぱり挑戦して規模を大きくして強い組織、強い企業を作っていかないといけないなって思うところで、今回ちょっと大きな、ちょっと無理な投資かもしれないですけど、やることに決めました。正直なんでこの渋谷が急に決まったか、なんか会社としての計画で言ったら、だるま酒場をブラッシュアップして全国展開できるようなブランドを作り上げていこうと構築しながら、どうやってそれを海外に持っていけるのかみたいなテストマーケする店舗を、インバウンドが多いエリアで出そうが本当は今年のやろうとしてたことだったんですけど、急遽ですよ、皆さんご存知の前田さんという方が電話かかってきて、林くん渋谷でいい物件空いたんだけどやらないみたいな、そんな電話がかかってきたんですよ。もともと私がやりたかった店舗がちょっと広めの月1000万狙える店舗をそろそろやってみたいと思っていたところで、立地とキャパと家賃が結構あったんですよね。それとはドンピシャで、で黒瀬さんと一緒に何かができる、前田さんと一緒に何かができるっていうのも、自分としての成長すごいできるなっていうふうに思ったんで、これはやってみようと思ったわけですが、電話の時にいつまでにこれやるかやらないかの判断すればいいですかって言われた時に、確か5日ぐらいしかなかったんですよね。なんで5日でこの言ったら数千万かかる渋谷の案件やりますかやりませんかの判断を迫られたわけで、私としては言ったらキャッシュないですよ、そんな2、3000万ポンって出せるキャッシュはないわけで、だけどなんかやりたいし、ここでノーって言ったらなんか目の前に落ちてる美味しい案件をこうやって逃し続けるのかっていうのを考えた時に、やるしかないなと。お金に関しては失敗したら私がもう一回、わかんないですよ、会社に戻るのかわかんないですけど、とりあえずやるしかないなと思いながら、なんとかなるだろうっていうことで、で美味しそうな案件だと、これなら戦える、これなら勝てる、自分だったら売り上げ上げれる、そんな風に思ったんで、渋谷やりますと3日後に連絡をして、今その不動産の方にも申し込み書を提出して、今結果待ちという状態です。もうここ数日で結果が出ることになって、早ければ6月に渋谷に新店舗オープンすると思うんですけど、まだ業態も名前も何も決まってません。だるまっていう名前でやるのか、だるま酒場なのか、そうじゃないのか、そうじゃない方が濃厚ですけど、渋谷で勝てるもの探してしっかりやっていきたいなっていうふうに思います。株式会社デイジーでは現在創業メンバーを募集します。これからどんどん店舗を出します。優秀なあなたの力が必要です。もし少しでも興味あったら、ぜひ私にメッセージください。待ってます。でちょっと詳細は言えないんですけど、商業施設に入るんですよ。初めてディベロッパー案件と呼ばれる商業施設に入ることになりまして、いろんな商業施設、最近渋谷行くたびに見て回ってるんですけど、ヒカリエとかパルコとか、それこそ東急もそうですし、マークシティでいろいろある中で、やっぱり売れてる店、売れてない店っていうのがすごい明確で、なんで売れてる店は売れてるのか、売れてない店は売れてないのか、どういう年齢層が多いのか、
そもそもその商業施設に潜在的にいる層はどうなのか、そういうところをしっかり調査して、何をやれば売り上げが立てて、何をやれば利益が最大化できるのか、あと数ヶ月しっかり考えていいものを作れるように頑張ってきたなというふうに思います。で、今回本当に商品開発とかブランド設計とかはクロスさんと前田さんっていう結構強い味方がついてやることになりましたんで、これに関しては新しい店舗の作り方、今までは本当に私は脱サラして始めたんでど素人ですよ。施工会社さんと連絡取ってこういう風にしたいとか、ここをこういう風に変えてくれとか、それぐらいのコミュニケーションしか取ってなかった中で、店舗開発をして黒字経営をひたすらやってる飲食経営のプロの方とタッグを組んでやるっていうのは、うちの会社の従業員も含め自分自身が成長するためにものすごい大事だなっていう風に思います。こういう風に店を繁盛店を作ってるオーナーはやってるんだよっていうのが間近で見れて学べて、商品どうやって作ってるっていうのが見える、これっていうのはものすごい価値のある、自分の会社にとってステップアップできる 1.5 倍2倍3倍と会社が伸びていくいいきっかけになるんじゃないのかなと心の底から思ってますんで、全店舗に相乗効果が出るようにこの渋谷を頑張ることによって、メニューの転用とかいろいろ含めて必ず会社として売上規模を上げたいし、全部の店舗が前年比超えられるようにしっかり本気で取り組んできたなっていうふうに思います。やっぱり最初飲食店を始めた時は1店舗で良かったんですよ。私はなんか本当に趣味のような飲食店で働くっていうことが本当に楽しくて趣味のような感じだったんですけど、やっぱり従業員が増えたりすると店舗を広げないことによってはステップアップっていうのはそれぞれのキャリアとしてなくて、1店舗でずっとやっていくっていうのも年齢的に厳しいでしょうから、規模を拡大しないといけないと思って2店舗目を始めたわけですけど、どんどんそのこの人のキャリアも考えていきたいっていうのが、店舗を増やせば増やすほどそこには従業員がいて、そこにはアルバイトがいて、全て考えなくちゃいけないってなると、もう出し続けて成長し続けるしかないなと本当に心の底から思ってます。最初は本当に1店舗小さい店をやって死ぬまでやってやろうぐらいの気持ちだったんですけど、それは徐々に今変わっていって、やるからにはずっと成長し続けなくちゃいけない。で、この間とある飲食店経営者さんと話したんですけど、従業員のことを考えたらゴールというか成長しなくていいなと思うのは給料の高い人が定年退職を迎える時だ、そんな話を聞いて、まあ、確かになと。やっぱり定年退職が出て人件費が空くまでは本当に成長し続けてキャリア形成とか雇用とかっていうのを考えていかないといけないなっていう問題に本当に直面してるなっていうふうに思います。なんで5年後10年後先の未来を見た時に、必ず会社としては成長して店舗を広げて、いつか日本のこのなんかローカルの居酒屋っていう文化を海外に持っていくんだっていうのが私の今の夢であり目標であり、何言ってんだバカって言われるかもしれないですけど、1店舗目出した時のアルバイトにはずっと俺は世界一になるよって言って笑われてましたけど、でもそういうのはまだまだ全然現実に帯びてないですけど、なんかこうやってどんどん店舗を広げていくことによって、今は本当にそんなに人に誇れるような飲食店やれてないなって正直自分で思ってますけど、これをいつか、いや俺の飲食店めちゃめちゃいいでしょって心の底から言えるようにいいものを作っていきたいなっていうふうに思いますし、いつか海外に出て店舗を広げられるような大きい会社になれるように頑張ってきたなっていうふうに思います。なんで中期的に見たら5年後は国内10店舗で海外1店舗、これがまず目標です。で、これに向かって何をしていかなくちゃいけないのか、今回の渋谷はもちろん外国人多いんで、インバウンドがどういうもの好きなのかみたいなのをテストマーケ的に考えながらも、国内としては大きい箱になるんで、35坪あるんで、今まで20坪ぐらいの店しかやってなかったのに、そこで社員を3本置くことによって次の店舗の社員教育にする貴重な箱にしたいなっていうふうに思います。売上を上げて、飲食店とはこういうもんだ、こういうふうに働いたら売上が出る、利益が出るっていうのをしっかり社員教育ができる場として作って、そこの社員だった人間が次の店長みたいな、そういう排出できるような強い箱作っていきたいなっていうふうに思います。来年は上野かもしれないし新橋かもしれないし、どっかわかんないですよ。でも必ず企業としては成長するし、あの店舗展開とか企業の拡大にやって頑張りますっていう決意表明の動画でした。この渋谷の情報も出せるようになったら、情報はどんどん解禁していって、こんな店をやりますみたいな話をしていけると思いますんで、動画ぜひ見続けてもらえれば幸いでございます。このまま見てってください。よろしくお願いします。今日も最後まで動画見てくださって本当にありがとうございます。いいね、コメント、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた。